ロシア農業党、アグレナやパーティアロッシー、アグレディアン、パーティーオブロシアは、ロシアに存在した政党。1993年結成。初代党首は、ミハイル・ラプシン。アレクサンドル・ザベリューハ副首相も、党幹部であった。1993年12月ロシア、連邦議会会員選挙では、8%の投票率で、37議席を獲得した。また、 党幹部のイワン・ルイプキンを会員議長に送り込むことに成功した。1995年12月会員選挙では、農業党は得票率3.78%に終わり、比例代表での議席獲得に必要な5%条項をクリアすることが叶わず、小選挙区で20議席を獲得することしかできなかった。以後、党制は、 衰退に向かい九百九十九年十二月下院選挙では、独自候補を立てず選挙連合、祖国、全ロシアに加わったものの、再び候補者を立てた二千三年十二月七日の下院選挙では、三点六パーセントの得票率に終わり、四百五十議席中、小選挙区で二議席を獲得するに止まった。二千四年のロシア大統領選挙では、農業党党員のニコライ・ハリトウノフが、 ロシア連邦共産党の大統領候補として立候補し選挙戦を戦った。ハリトーノフは13.7%を獲得し、現職のプーチン大統領に次いで2位につけた。1990年代に農業党はロシア連邦共産党の同盟者として会員における補完関係にあり、農業部門のために社会主義的なより大きな国庫補助を主張してきた。 主な支持基盤は、コルホーズ、ソフホーズ、農耕コンプレックスの指導層や地域の有権者であった。2007年の下院選挙では、議席獲得要件を7%とする完全比例代表制が導入されたため、2.3%の得票に止まった農業党は、下院の全議席を失った。2008年ロシア大統領選挙では、 従来のロシア連邦共産党との共闘路線を転換してドミートリー・メドベージェフ第一副首相を支持しその当選に貢献した。2008年10月10日すでに政権寄りとなっていた農業党は正式に解散し政府与党統一ロシアに吸収合併された。ロシア現代政治東京大学出版会1997年版121ページ ありがとうございます。